船っ子流しは岩手県盛岡市に半生時代から伝わる送り盆行事。盆の送り日、精霊船の一種である。毎年多くの観光客が訪れる。主に町内会谷、または寺院で当該上の個人の戒名や何坊や先祖代々の霊と書いた札や家を船に張り、町鎮、鹿などで船全体を飾り個人を供養する。 選手は流氷を模したものが多い。これを船っ子と称する。一層の船っ子のサイズは、おおむね2から3メートル程度である。作成された船っ子は、迎え盆の日から送り盆の朝まで、当該遊園場所の寺院、公民館などに展示する。展示している場所で、供養の受付も行われる。船っ子は、送り盆の日の夕方から夜にかけて、 北上川明治橋上流付近に並べられ、土橋ほか一連の儀式が終わった後、ふんどし姿の男たちによって、川へ運ばれ、火をつけて流される。船っ子には、通例花火や爆竹などが仕掛けられてあり、北国の短い夏を惜しむ恒例行事として知られている。かつて、船っ子はそのまま流されていたが、近年では、環境保護の観点から、ほぼ、すべて燃えるのを待って、 下流で引き上げられる。2018年の森岡の船っ子流しでは13層が流された。近年まで北上川上流の夕顔瀬付近でも行われたが、現在は行われていない。また、南部下のルーツである海国との交流により、平成に入ってから投げ松明が模様されるようになった。二千十九年は台風十号の影響で、翌日八月十七日に延期された。 森岡藩四大藩をもだった南部行進の娘が、京方年間に川瀬垣の大法事を行ったのが、始まり。1815年に、辻田遊郭の遊女らの乗った船が、氾濫した北上川で転覆。その後溺れ死んだ遊女の霊を慰めるため、船に遺と穀物を乗せて流し、以後、森岡の人々の間で盛んに行われるようになった。 脳は2018年度の出走順、展示場所は2018年度実績。ありがとうございます。